希望と絶望を司る二つの光彩。この世界では決して透亮に降り注ぐことのない光の雨。弱幕の音は波紋に、そして空を覆う赤き月の残光はいつしか残響となって、それは幾多の嘆きの中紡がれ第二の魔女の物語。See that.